入山章栄の経営理論でイシューを語ろう。この番組では早稲田大学ビジネススクールの入山章栄先生がビジネスや社会のイシューを読み解き、思考の軸を鍛えていきます。はい、というわけで今回も始まりました。時和さん、野田さん、永山さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、このポッドキャストも結構皆さん聞いてくださっているようで嬉しいですね。テキストだけじゃなくてこの声も音声も、はい、ね、僕のところにもこのポッドキャスト聞いてますっていう声が届いてまして。おお、お知り合いの方ですか？あ、そうですね、はい、ありがたい、ありがたい、ありがたい、はい、適当なこと言えないですね。最近あれなんですね。それこそ多分ポッドキャストとかSpotify とかいろんなのに展開してくださってるから、はい、それもあるんですね。そうなんですよね。はい、いろいろなチャンネルで皆さん楽しんでください、はい、先生のトークを。ということで今週のネタはちょっと今日私が最近読んだ本の話を先生していいですか？はい、もちろんです。はい、先日読んだ本がですね、クイッティング、やめる力っていうその名も本で。はい、いいですね。はい、もうタイトルからそのものズバリですね、辞める力について論じた翻訳書なんですよ。でこれ、まあ、なんで気になったかっていうと、この本の中にも出てくるんですけど、何年か前にグリッドって流行りましたよね。やり抜く力っていうね、はい、もう私も読んだんですけど、まあ、要するに何事も粘り強くやり遂げようみたいな感じの、まあ、内容なわけですけど、まあ、すごい雑な言い方をしてしまうと、まあ、それのアンチというか、まあ、ちょっとやり抜く力が全てじゃないんじゃないのっていうような、うん、まあ、そういった、ことを検証している本なんですね。はいはい。でこれなんで皆さん思い当たる節あると思うんですけど、私もやっぱりちっちゃい子が今いまして、小学生が、はい、まあね、ピアノの練習をねやらないわけです。もういつやめさせるべきなのかで悩んだりですね。どうもなんかそれ、やり抜いてないってことですか？やり抜いてない。やり抜いてないけど、でもやっぱやり抜くことが大事だっていう刷り込みに、どうも私はやっぱり、そうか、うん、親のね、時和さんの方がやりグリッドマインドに縛られてるんじゃないですか？グリッドマインド、はい、毒されていて、それをお嬢様にこう押し付けてるのではないかと、もしかしたら。そうで、これどうなんだろうって、まあ、思ったりしてたわけですよ。でそれで、はいはい、まあ、クイッティングってそのやめる力も大事なんじゃないのっていうようなことを言われてハッとしてですね、うん、なんかちょっと今日これについて先生とディスカッションしたいなと思った次第です。いやー、いいっすね、いいテーマですね、うん、すごい論点だなと思ってて、うん、僕ね、個人的な意見なんですけど、はい、日本で一番足りないのがね、やめる力だと思うんですよ。日本で一番、おお。なんでかっていうと、日本人ってやり抜いちゃうじゃないですか。まさに時和さんがお嬢さんにやらせるように、うん、はい、歯を食いしばってやる。それこそ もしかしたらね、ちょっとあまりいい例じゃないかもしれないですけど、昔の戦争だってやめときゃいいのに、うん、なんかやり続けちゃったわけですよね、うん、ちょっと極論かもしれませんけど、うん、はい、だからやめるってすごい重要、僕も重要だと思ってて、僕の周りでも多分いい会社とかいい経営者とか、やっぱり優秀な方ってね、やめることの能力がすごい高いんですよ。で僕は、辞めるか辞めないかで、僕すごい自分の人生一番大事にしてることは自由であるってことなんですけど、うん、かっこいい。なんで何に関して自由であるかっていうと、やりたいことをやるってことじゃないんですよ。辞めたいものを辞められる自由があるかどうかのがでかい、うん、あー、なるほど、深いですねそれ。これがやりたいことをやるじゃなくて、辞めたいことをやられる、辞めたいことを辞めたいときに辞められる人が一番自由なんですよ。うん、例えば新規事業を始めますって言ったら、頑張れば始められるかもしれないじゃないですか、はい、でも途中であこれダメだなと思った時に、うん、もうやめたって言って、うんうん、やめられるかっていうと、大体周りの人のも巻き込んじゃってるしとか、もうお金もついてるしとか、うんうん、責任あるしとかで、やめられないわけですよね、はい、でもそこでやめたって言ってやめられるかどうかっていうのが一番その人の自由度を表してると僕は思ってて、なんでこれを言ってるかっていうと、僕の周りで大体イノベーターってすごい人って、まずね、辞める達人なんですね、うん、で僕直接存じ上げないですけど、一番分かりやすいのは孫さんですよ、うんうん、孫正義さん、はい、孫正義さんは、僕お会いしたことないんですけど、うん、小林至さんっていう時和さんとかご存知かもしれませんけど、うん、東大からロッテに行ったプロ野球の話題になった方が昔いて、うん、
で彼って実はその後、今大学の先生やってるんですけど、ソフトバンクホークスの契約さんですよ、うん、で僕ちょっとラジオとかで知り合ってお話たまに伺ってめちゃめちゃお話面白いんですけど、うん、でその時に孫さんの孫正義伝説を散々聞いたんですよね、うん、したらやっぱり孫さんが自分で俺の才能は俺は撤退の天才なんだって言うんですよね、うん、だからねバンバン辞めるんですよやっぱり、うんうん、もうものすごい数の投資をして、うん、ひたすらそれをやめていくんですよね、うん、でもっと言うとリーダーは朝令暮改でいいんだと、うん、だからやりますって言って始めるんだけど途中でごめんやめますって言ってやめられる、うん、で周りは振り回されるんですよもちろん、はい、でもやっぱり孫さんってそれができるからすごいんですよねあの人って、うんうん、で実はねその小林至さん曰く同じことをできるのがね王監督だそうですよ、王監督もすごい天才なのであの人、うん、やっぱりいろいろ多分試されるんだと思うんですよ選手としても監督としても、うん、でもやっぱりねいやダメだなと思ってやめるらしいですよ、うん、でだからあの僕の周りでもやっぱりあの変化を起こせる人ってそういう人で例えばすみませんちょっと別メディアで申し訳ないですけどあの元ニュースピックスの編集長で今ピボットやってる佐々木紀彦さん、はい、佐々木さんも僕個人的に仲いいんですけどやっぱり結構ねあの、まあ、ご本人というよりご本人の部下に話を聞くと、うん、いい意味でめっちゃ朝令暮改だとうーんもうバカすか辞めたり変えたりするらしいんですよねうんでもこれってみんな孫さんも王監督も佐々木紀彦さんもみんななんか自由っぽいじゃないですか、うんうん、これはだから辞める自由を持ってる人たちなんですよねなるほどで、これはすごい重要でなんでかっていうと、ものすごい世の中って変化激しいから、まあ、イノベーションを起こさなきゃいけないというよく、まあ、当たり前の話になるんですけど、うん、我々いろんなことを挑戦しなきゃいけないんだけど問題は挑戦するときに大事なのってやる方の大変さよりもやめる方の大変さなわけですよね、うん、だからそのね撤退コストを下げるっていうのはすげえ重要で、うん、経営学的に言うとちょっと前もここで話したかもしれませんけどリアルオプション理論っていうのがあって、うん、あの前お話ししてると思うんですけど変化あのやってみないと分かんないじゃないですか でも、不確実性高いわけですよね、うん、成果って、うん、不確実性が高いっていうのはでもそれって何がどういうことかというとものすごいダメな可能性もあるけどものすごいいい可能性もあるじゃないですか、うん、それは不確実性が高いってことですよね、うん、だけどその時にちょっとやった結果あこれはものすごくダメな可能性のが高いなって判断したらパッてやめられるっていう状態だったら逆に言えばとりあえずやってみてものすごいダメかもしれないけどものすごくいいかもしれないっていう時にやめられるって分かってたら、うん、あちょっとやってみてダメだなと思ったらやめればいいし逆にあこれすっげえいい可能性があると思ったら続ければいいわけですよね当たり前だけど、うんうんところが日本だと何が起きるかっていうとものすごいいい可能性もあるけどものすごくダメな可能性があるっていう時にちょっとやってダメだなと思ってもやめられないんですよね、うん、やめられないともうダメになるって分かってるのに特に日本の会社はよくそのウォーターホール式で投資をするんで、うん、もう一度投資したら撤退しませんみたいな突き進むわけですよ、うん、ダメだと分かってるのにでそのままみんなもうなんとなくこれはダメだよねって分かってるのに、うん誰もこうダメと言わず気づいたらずるずる続けてそのまま撃沈するプロジェクトが死ぬほどあるわけですよね。あこれはだから要するにオプションのリアルオプション的に言うと全然ダメでリアルオプションっていうのはだから要するにいかに撤退コストを下げるかっていうことなので、うん、でそれでいろいろ挑戦した方がいいんですよね。それで上がり目が高いなって判断した時だけ続ければいいので、うんはい、だから逆に言うと、まあ、多分孫さんも王監督も佐々木のりこさんもあるいは僕の周りでも多分イーロン・マスクとかジェフ・ベゾスもそうだと思いますけど、うん、ジェフ・ベゾスもだってこれは僕じゃなくて山口周さんが昔ツイッターで書かれてましたけど在任時は1年間に70ぐらい新規事業やってたと、うん、それ1年半の間にほぼ全部撤退するんですよね、うん、だからやっぱり彼も実はめちゃめちゃ辞めてるんですよ、うん、なんでそのやっぱり辞める力っていうのが重要で、で日本は繰り返しだけどそれがいろんなしがらみとか束縛があって辞めづらい、うんもっと言うと、うん、ちょっと僕実は昔から、もっと会社って辞めて潰していいよねっていう話をすごいしてて、うん、これから仕事ってもっとプロジェクトベースになっていくじゃないですか、はい、でプロジェクトって会社との最大の違いはプロジェクトって終わりがあるんですよね、うんうん、だけど会社って終わりがないんですよ。ゴーイングコンサーンとか言われますもんね。おっしゃる通りです、うん、ゴーイングコンサーンの仕組みがあるんでこれ今僕は日本現代の株式会社の資本主義の最大の欠陥だって僕はよく言ってるんですけど、うん法律上ずっと建前上ずっと続けて株主に価値を還元しなきゃいけないっていう謎の仕組みになってるんですよ、うん、
だけどプロジェクトだ、会社だってプロジェクトの塊ですから、うん、ということはプロジェクトが全部終わったら本当はやめていいんですよ、うん、だ僕のこの連載だってあのいつかはどっかやめる時があるわけで、うん、やめ時がね。だけど、それでやめないで続けると要するにドラゴンボールみたいに謎のインフレ状態になってくわけですよね、うん、なるほど、なので、そういう意味ではでね、もっと言うと なんでそうですね、このね、やめるところのハードルをいかに下げるかとか、うん、やめる力をいかに養うかってめっちゃ重要で、うん、これもう一個実はあってだんだん不謹慎になっていくんですけど、うん、ね離婚なんですよ。ああ言うと思った私やっぱり結婚するのは簡単ですけど離婚するのはなかなかハードル高いとみんな言いますもんね。はい、まあで僕も離婚したことないし離婚する気もないですけど、うん、一応言っとくと、うんうん、なんであれですけど、やっぱり結婚の方が勢いでやっちゃうじゃないですか、うん、でも離婚の方が自由がないんですよ、うん、特に日本は。でもそうすると逆にその離婚できないっていうのが分かってるとみんな結婚が怖くなるからみんな結婚したくなくなるんですよね、うん、だから日本でもっと結婚する人の数を増やしたいなら離婚のハードルを下げた方がいいんですよ、うん、でっていう話を昔クラブハウスでしてたらたまたまそこになんかリスナーでオーディエンスに小島恵子さんがいて、うん、入山先生ぜひ私それ興味があるんで、うん、離婚について話しましょうって言って、うん、一度入山小島恵子離婚対談っていう実現したんですか。結局ねなんか実現しなくて、うん、僕がもっとなんか離婚が今ねハードル高すぎるからプチ離婚みたいな制度を作った方がいいって話をしたんですよ。何婚？プチ離婚。プチ離婚みたいな。なるほど、うん。だからいきなり離婚で婚姻関係全部解いて、もう別居してみたいになると結構めんどくさいからしがらみあって、うんうん、軽い離婚しますみたいな、うん。そういう制度あっていいよねみたいな話をしたら、うんうん、小島さんが連絡してきて、私入山先生ちょうど私プチ離婚中でしてみたいな連絡が来て、なんかちょうどその時、まあプチ離婚じゃないと思うんですけど別居みたいなのされてたみたいですね、うん、わざと意図的に。なるほど。へー、はい、なんで、まあ、いずれにしてもだからそういうところの、辞める基準、辞める安さと辞める力を養うっていうのは、うん、辞めないと新しいことできないし、うん、辞めれるって分かるからみんなチャレンジできるんですよね、うん、だから逆に言うと新しいチャレンジして面白いことやってる人は大体辞める力がある。うーん、先生って辞めることにあんま躊躇ないですか？ないですね。ないんだ。そっか。じゃあちょっと今日これだけは先生にお聞きしたいんですけど、はい、私ね辞めるのが苦手なんですよ多分。はい。でなんでかっていうとやっぱりこれ刷り込みだと思うんですけど、辞めるとこう負けたとかこうなんていうんですか、ネガティブな感情が湧いてしまうんですよ、はいはい、何かに負けた感があるっていうか。これをどう克服すればいいんでしょう？こう嫌な気持ちを味わわずに辞めるにはどうしたらいいんでしょう？いや単純にフィットしなかったよねっていうだけでいいんじゃないかなと。そうなんだ。例えばさっき例に出てきた孫さんとかも、はいはい、まあ、最近決算発表とかにはプレゼンで出ていらっしゃいませんけれども、うん、まあ一時とかはね孫さんが出てくるたびにやっぱりこう外野はワイのやいのやいの言うじゃないですか、はいはいはい、まあ、例えばアームとか買収したかと思えば手放すってなってやっぱり失敗だみたいなことを言われるわけですよね、はいはい、多分おそらくああいう方たちってそういうの外野の声が気にならないんだと思うんですけど、うんうんうん、私はねすごく気になっちゃうんですよそういうのが、うんうんうん、まあ、別にツイッターでつぶやかれるわけではなくてもやっぱり自分の中でなんか負けたとも思いますし、なんかやめたことに対して周りにどう思われるかなとかそういうふうに思っちゃうんですよね。これをどう克服すればいいんだろう、ね、それはすごい簡単で、それはまさにですね、はい、昔僕じゃなくてココナラっていう会社あるじゃないですかベンチャー、あそこの創業者の南明之君は実は僕の大学のゼミの後輩でして、うん、はい、なんでよく知ってるんですけど、彼がまさに起業した時ってちょっと起業して、まあ、成功したわけですけど、その時に言ってて、うん、結局気になるのは結局なんで起業したか、起業したら失敗する可能性が高いわけで、失敗したらやめなきゃいけないじゃないですか、うん、結局失うものって何もなくて、あんまり、うん、一番ね、そういうチャレンジを阻むのは、あるいはその撤退を阻むのは、まさに今常盤さんがおっしゃった世間の目だけなんですよ、うん、周りの目だけ、うん、それ以外は特に大したことないんですよね、うん、でじゃあ問題は、僕の理解は周りがそんなに自分のことなんか思ってるかって言ったら、うん、大して思ってないんですよ、うん、だから、うん、ちょっとすみません、失礼な言い方だったら申し訳ないんですけど、いわゆるちょっとなんていうんですかね、
そんなに自意識を持たなくていいっていう、うんうんうん、みんな大して気にしてないですよ、ね。まあそうなんですよね。だから野田くんが何か失敗して撤退するのに対して私は何とも思わないわけなんですけど、はいはい、私自身は何か思っちゃうんですよね、うん、野田くんに思われてんじゃないかとか。いやでもだからあのただそれは逆にあのちょっといい意味で言ってるんですけど、うん、みんなそんなに思ってないです。でむしろ時生さんならやめたらいい決断だったよねとかそういう風な方が多いと思いますよ、うんうん、なるほどね。はい、野田くん、あの最近やっぱりあの何か始めるときに周りに宣言せよみたいなのを結構言うじゃないですか、うんうん、例えばダイエット始まってときは周りに宣言しよう、はい、まずそこから始めようみたいな、はいはい、あれもすごいやめづらくなる理由だなみたいなことはちょっと、はいはい、思っていて、なんかそれよりはなんかもうちょっとカジュアルな方法があるのかなとも思ったんですけど、なんかどうなんでしょうか。例えばこう撤退ラインってこう先に決めちゃうみたいな、なんか3回やって合わないなって思ったらやめるって決めとくとか、はいはい、なんか方法論とかもあるんでしょうか。それはあるんじゃないですか。多分一番いいのはまず、まあ僕もダイエットできてないんであんまり偉そうなこと言えないんですけどまず周りに宣言する前にこっそりやっちゃった方がいいですよね、うんうんうん、でそこで合わないなと思ったらパッパッパッパってやめちゃえばよくて、で本当にこれはであの要するにまさに周りに宣言するのっていうのは撤退コストを上げるっていうことなんで、はい、まさにということはそれは撤退コストを上げるのは上げるので、それは一個の本当にもう絶対に引かないぞって決めた時ですから、うん、要するに崖の後ろにあった崖の橋を燃やす状態ですよね、うん、でも絶対にこれもう退却できないっていう状態にするっていうことですから、それはやっぱり本当にこれがずっとコミットできるっていう確信がある時だけですよね、うん、こっそり始めちゃえばいいって先生おっしゃいますけど、はい、始められないから宣言せざるを得ないんですよね。誰か私のお尻に火をつけてくれみたいな。例えば私あそこの引き出しにあのヨガマットが入ってるんですよ、はいはいはい、この前買ったんですで絶対やるぞと思って自己開示大会になってるけど大丈夫ですか。こっそり始めようと思うと、はいはい、何もこうコストをかけずに始めようと思っても自発的にやらないから、はい、もうお金をかけて自分にプレッシャーかけようと思ったんですけども、ずっとあそこに入ってんですよヨガマット、はいはい、一度も開いてないですからね自慢して言わない自慢はしないですけど、こっそりやるっていうのもなかなかハードルが高いから、こう退路を断ってもうやらざるを得ない状況にするわけですよね人は。でそうすると今度引くに引けなくなっちゃって、もうやめたいのに、でもニッチもサッチもいかないと。僕の個人的な感覚はその今日のもう一個のポイントだと思うんですけど、じゃあどういう時にやめるっていう基準を持つのかっていうことが関係すると思うんですけど、うん、僕の個人的な感覚はもうときめくかときめかないかだけなんですよね。ほんまにみたいなことをおっしゃるんですねでもそうじゃないですか結局あのこれちょっとやめる方の話ですけど、じゃあそのやめやあの今日もともとテーマは始める力じゃなくてやめる力なので、なんか始める力の方に今話がいってますけどやめる力の方は結局なんでやめられる、なんであのそうやめられる人たちはどうやったらやめるかっていうと、多分孫さんも佐々木さんとかもそうだと思うんですけど、要するにときめかなくなったらやめてると思うんですよね、うん、だからやっぱり一番辛いのが本当はもうやりたくないのにやってる状態じゃないですか、うん、それはそうですね。で多分ああいう本当にやめれる力と自由がある人たちはやりたくないな、もういいやと思ったらやめちゃうんですよ、うん、これね実は、メルカリの小泉さんいるじゃないですか、はい、メルカリの小泉さんがすっげえいいこと言ってて、昔ちょっとお話しさせていただいたときに、結局経営者とか起業家にとって最大のリスクって何だと思いますかって言われて、何て言ったと思います、うん、やめられないこと、うん、もっと言うとね、小泉さんの答えはね、うん、飽きることだって。ああ、飽きることか、うん、飽きたら終わりだと、うん、飽きるのが一番怖いと。ということはその裏側はときめいてるってことですから、うん、やっぱりいかにずっとときめき続けられるかがすごい重要なんですよね。これでも僕も分かって、うん、結局起業家だって一個プロジェクトで会社立ち上げるけど、うん、下手すると途中で飽きるんですよ、うん、なんかこれそこそこ成功したけど俺飽きちゃったんだみたいな。だそうするともうじゃあ事業売却しようかとかいるじゃないですか、実際その上場して辞めちゃう社長さんとか、うん、あれ飽きちゃってるんですよね。なんでそれはまさにときめかなくなっちゃったんですよ、うん、だから逆に言うとその、まあ、まずいかにときめきを続けられるかましょうっていうことだと思うんですね、うん、だからそのときめかなくなかったものをやめれる人がやっぱりやめる力がある人 で、うん、でそうすると逆に始める方も一緒で、さっきのマットの話は、うん、多分僕の理解は時生さん今脅迫観念でやろうとしてるじゃないですか。やろうとしてるときめいてないんですよそうですね、やらねばっていう感じですもんね。やんなくていいんじゃないですか、どうせ続かないですよ、うん、
そうですね。で、仮にマットとかたまにちょっと気が向いた時に一瞬やって、うん、例えばそれでちょっと3日ぐらい続けたらちょっとなんか体締まってきたなと思ったら、うん、そこでときめくわけじゃないですか、うんうん、でそしたら多分続けられる可能性があると思うんですけど、ときめきを維持できるから、うん、だからそのときめく時を待ちましょうっていう。なるほど。多分私あれ使わないままメルカリに出すと思います。でもいいんじゃないですか。あの僕もそういうのいっぱいありますよ。そうですね、やめてしまったことをやっぱくよくよ、はい、あまたできなかったとかって思うのがもうね、やめようってことですね。だからそのマットも買ったことがサンクコストになっちゃってるわけじゃないですか、うんうん、だけどそれ今おっしゃった通り、昔ならそれをちょっともったいないと思ったけど、今メルカリで売れるんだから、うん、それって逆に言うと撤退コストが低いってことなんですよ。そうだそうだ、確かに。だから、あ、私あの時ちょっと気の迷いでね、ちょっと体を引き締めるプロジェクトをマットで買ってやろうと思ったけど、これはやめようと、撤退だって言ってメルカリに売るっていう、うん、でまた何年かしたらその時が来るかもしれないから、とりあえずまた買えばいいわけで。そうですね、はい、うん、そうだそうだ、それダメならまた売ればいいし。はい、ということですね。だからあの皆さん多分ね、これをお聞きの方もあのグリッド、そのやり抜く力っていうのは結構大事大事って言われている方多いと思うんですけど、それと同じくらいクイッティングも大事だよっていうことですね。うまくまとまったかな。はい、だから多分もしかしたらどっかでお嬢様にピアノときめいてるって聞いてみたら、そうですね、ときめく瞬間あるみたいな。ね、ちょっと聞いてみよう。それやらされ仕事にね、ただの労働になっているとかわいそうですもんね、うん、ただ逆に言うと、もしかしたらものすごい上手なピアニストのコンサート連れてったりすると、うん、ああいう人になりたいって言ってときめくかもしれませんけど ね、あの手この手はやってるんですけど、ちょっともう少し様子を見て、はい、クイッティング時を考えます。はい、じゃあ今週はこのくらいにしておきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。